やばい、遅刻だ。ごめんね、大丈夫だった？あ、はい、大丈夫です。僕の方こそ、ごめんなさい。あれ、君は栄小学校の子？そうです。でも、栄小って今年度でなくなっちゃうんです。うん、知ってるよ。実は私も卒業生だもん。思い出がたくさん詰まった校舎、みんなとたくさん遊んだ校庭、好きだったな。寂しくなっちゃいますね。そうかな。これからもっと多くのみんなが使える施設に生まれ変わるかもしれないよ。え？生まれ変わるってどういうことですか？例えば、老朽化している他の施設を栄小に集めて新しい施設にするの。市内にたくさんある施設を全部直すのは大変だから、改修済みの栄小にいろいろな施設の機能を移せば効率的にかつ安全に使えるってわけよ。こんな機能の施設が栄小に集まったらどう？いろいろな年代の人が集まって賑やかになりそう。みんなの施設に生まれ変わるんだね。なんだか素敵じゃない？うんうん。さてさて皆さん、ここで示したのは市が計画で想定していることの一部です。他にも閉校後の栄小についてこんな使い方はどう？というご意見はありませんか？皆さんのアイデアお待ちしています。やばい、遅刻だ。あ、ごめん。